皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。福島県は LP ガスを使う家庭に対する支援などを盛り込んだ26億5000万円余りの補正予算案を発表しました。 LP ガスは国の電気・ガス料金支援の対象となっていないことから、福島県は2023年に引き続き LP ガスを使う約53万5000世帯の一般家庭に1世帯あたり1000円を支援します。また2026年春から大型観光キャンペーンに向けて外国人観光客の受け入れ体制を強化するための経費なども盛り込まれていて、9月県議会に提案されます。動向に注視していきましょう。群馬県は商業施設などと連携し、ICT を活用した公共交通の利用促進や子ども・子育て支援など未来への投資を柱とした9月補正予算案を発表しました。新群馬の富と幸福度向上加速予算としました。新群馬の創造をさらに進め、新たな富を生み出すための政策を加速したいと思います。また災害への対応や子どもへの施策も充実させて、山本県政の原点である県民幸福度の向上を図りたいと述べていました。3日に県が発表した9月の補正予算案は、新型コロナへの対応や電気・ガス料金の補助など物価高対策が大きく減ったことから、去年に比べ約230億円少なくなりました。主な事業としては、複数の公共交通機関の切符の購入や乗り換えの検索などをスマートフォンで行う MaaS の普及に向け、大型商業施設と連携して路線バスで使えるポイントとクーポンなどをセットにしたサービスを行う事業に1億2000万円を盛り込みました。この9月補正予算案は今月19日に開会する県議会第3回定例会に提出されます。京都府伊根町、デフレ完全脱却のための総合経済対策として令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯などに10万円を給付します。支給額は1世帯あたり10万円で、対象世帯のうち18歳以下の子供1人につき5万円を加算して給付しています。支給対象となる世帯は、1つ目、基準日である令和6年6月3日の時点において伊根町の住民基本台帳に記録されている世帯、2つ目、次のいずれかに該当する世帯です。令和6年度の住民税均等割が非課税である人のみで構成されている世帯。2つ目、令和6年度住民税均等割のみ課税の人のみで構成されている世帯。または、令和6年度住民税均等割のみ課税の人と住民税非課税の方で構成されている世帯のいずれかに該当する方としています。申請方法につきましては、8月下旬以降対象と思われる世帯を対象に申請書類を発送いたします。9月下旬になっても届かない場合は伊根町住民生活課にお問い合わせください。確認書に必要事項を記入し、本人確認資料や口座確認資料など必要な書類を添付して令和6年10月31日までに提出しましょう。申請期限は10月31日で、給付時期は令和6年9月中旬頃から順次給付いたしますということで、支給決定通知書を発送するので確認してくださいということでした。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それでは、リコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。りっちゃんはリカちゃん人形でお母さん役はしたことはありますか？ご質問ありがとうございました。多分ですね、あるとは思いますよ。けど私はですね、なんかわからないんですけど、いつもお姉さん役がよくって、お姉さん役に立候補をしていました。あとはですね、ペット役、ワンちゃんとかもやっていた覚えがありますね。今から思うと、ペット役ってってなりますが、その時は必死に役を演じていたんだなと思うと、なんだか面白いし懐かしいですよね。
なんだろう、なんか主役ではなくて脇役がとても好きなんですよね。多分ですね、小さい頃からそうなんですが、目立つことが得意ではないし、リーダーとかについていきたいタイプなので、だからなのかなって思っていました。皆さんはお人形さん遊びでお母さん役やお父さん役はしたことがありますか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。